動画をご視聴の皆様、こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。カメラマンのダブルです。本日はダブルさんがなんだか気になる車があるということで、ダブルさんに自分好みの1台を作ってもらおうという企画です。そうですよね。はい、そうです。はい、ではダブルさん、どんな車が気になってるのかちょっと教えてもらえますか？はい、私が今一番気になってるのがノートです。はい、日産ノートが気になっているということで、ダブルさん今ラシーンに乗っていただいてるんですけれど、今回ノートが気になるきっかけはあったんでしょうか？ノートに乗る機会が多くて、もうすっかりノートの虜になってしまいました。そういうことですね。先日の動画でもダブルさんにはノートに乗って初めての e パワードライブを経験していただいたんですが、その後も何度か乗っていただくうちにノートの虜になってしまったということですので、はい、今回こちら画面ご用意しております。今表示しておりますのが日産ノートの公式の紹介ページですね。ここからまたあれをやっていきます。ここにありますね、セルフ見積もりをダブルさんと一緒にやっていきたいと思います。このセルフ見積もりシステム、ノートのグレード、ボディカラーやオプションパーツまでを選んで自分好みの1台を作ることができるというものになりますので、では早速ダブルさんの欲しいノートをどんどん選んでいってみたいと思います。ではダブルさんにはまずグレードを選んでいただきたいと思うんですが、ノートのグレード X、S、そして F、プラスオーテックというグレードもありまして、それぞれに2駆と4駆の設定がございます。4駆の場合は F グレードは選べないんですが、この中でまずグレードは何にするかもう決まってますか？はい、X です。 X グレード、これは何か決め手はあったんでしょうか？写真のボディカラー、はい、ビビットブルーとスーパーブラックのツートーンが X ではないと選べないということだったので、はい、なるほど。そうですね、この例えばこちら X グレードと S グレードに比べていただきますと、実はですね、選べるボディカラーが違いがあります。 S グレードはどちらかというとベースになるグレードでして、選べるボディカラーやあとオプションパーツにも制限がございます。そういった中で S グレードでは選べない、この画像にもあるビビットブルーとスーパーブラックのツートーン、こちらを選択したいので X ということですね。そして2駆と4駆があるんですけれど、こちらはどうでしょう？2駆で、2駆のグレードですね。はい、では2駆の X を選択して次に行きます。はい、ここの画面ではボディカラーを選択できるんですが、もう先ほど言ってましたね、このビビットブルーとスーパーブラックのツートーン、はいはい、これはもうこの色一択ですか？一択でした。と言いますと？私、青色が大好きなので。なるほど、そうですね。ダブルさん今乗ってるラシーンも、そしてその前に乗っていたベイズルックスも青色だったということで、もう続けて乗るなら青色、ノートも絶対青ということですね。そしてこのブルーとブラックの通過仕様となっております。他の色はいいんですか？そうですね、やっぱり乗るなら青色がいいです。ちなみにノートの青、このツートーン仕様のブルーブラックのツートーンと、あともう一色オーロラフレアブルーパールという濃いめの青もあるんですが、ここは迷いがなかったですか？ちょっと迷ったんですけど、ツートーンがかっこいいかなと思って、そっちの方で。そうですね、ツートーンであるとこのルーフとピラーの部分がブラック、ここの一体の色よりもツートーンを選びたいと思います。はい、では続いてここにおすすめオプションの選択があるんですけれども、一旦これは飛ばして、この後オプション一つ一つ選べる場面ありますので、内装色シート地、こちら選んでいきましょう。内装色と言いますか、こちらオプションでですね、標準のこのブラックか、それともレザーシート仕様にするか、こちらを選択できるようになってるんですが、これはお好みございましたか？ブラックの方で。どっちもブラックです。上の布地の方でいい、ね、あ、そうです。はい、
には標準の布地のシートを選択します。最後にオプションのチョイスですね。オプションは大体何をつけたいなっていうのって決まってましたか？ナビとオプションですか？ナビオプションです。そうですね、はい、決まってなさそうなので一緒に見ていきましょう、はい、このノートに限らずオプションパーツというのは大きくメーカーオプションとディーラーオプションに分かれています。ダブルさん、この違いは分かりますか？違いはいまいち分かってないです。はい、いまいち分かってないということで、メーカーオプション、ディーラーオプション聞いたことはありますよね？もちろん聞いたことはあります。ありがとうございます。メーカーオプションというのは車を発注する時点で車に初めからついてくるオプション、車の発注時点といいますか生産の段階ですね、車を生産する段階で取り付けをしていくオプション品ですので、メーカーオプションは後から追加をしたりすることができません。一方でディーラーオプションというのは名前の通り発注した車が私たちのようなディーラーに届いてからお店だったりこの整備工場で部品を取り付けするものになります。ですので先ほど W さんが言ってたナビについても、実はノート、メーカーオプションのナビとディーラーオプションのナビそれぞれあります。では初めからナビを見てみましょうか。はい、見ていただくとですね、ここに2つ並んでる MJ321 とか MJ121 とか、この辺のナビはディーラーナビです。このページはディーラーオプションのナビのみ表示されてるんですが、例えばここ見ていただくとですね、ここにもナビあるんですよ。ここにメーカーオプションと書かれているナビが2種類ありますね。こちらは見た通りのメーカーオプションナビです。なのでこっちのナビを選択する場合は、もう車の発注時にこの車というふうに初めからついている車を選んでいただくようになるんですが、ちなみにこの2つの違い、金額も違いますよね。これはこの37万700円の方はナビ本体、そしてアラウンドビューモニター、あとはこのコンソールトレーの部分の USB やあと非接触充電、スマホを充電できるポート SOS コード、こういったものがセットになっております。一方でこちらのパターン44万2200円のものになりますと、先ほどのものに加えてプロパイロットも装着されます。ちょっとここにこう実際には細かく見れるようになってるんですけれど、ちょっと写真ではこちら書いてないんですけれど、こちらのパターン選んでいただいてもアラウンドビューモニターは搭載されます。プラスプロパイロットとそれに関連する装備が追加になるということですね。なるほど。そしたらプロパイロットつけたいってなったら、はい、それ一択なんですか？そういうことなんです。なるほど。ノートの場合はオーラもそうなんですけれど、プロパイロットが必要だという場合はこちらプロパイロットがナビ連携機能のついたものですので、このメーカーオプションのナビとセットのプロパイロットを選択していただくようになります。今回プロパイロットは欲しいとかなくていいとかそんなのは決まってましたか？欲しいです。はい、元気よく欲しいと答えていただきましたので、では今回こちらのプロパイロット付きのナビをこちらのメーカーオプションのナビ選択いただいた場合、セットでご検討いただきたいのが、ちょっと先ほど飛ばしたおすすめオプションに入っている日産コネクトスタンダードプランプラス、こちらですね。これは年会費用となりますが、こちらを選択いただくことでナビについた通信機能、オペレーターサービスでしたり、あとは先ほどセットでついていた SOS コール、何か非常時にボタンを押すだけでオペレーターにつながって対応していただけるというサービスですね。こういったものでしたり、あとはナビの地図更新もこの費用の中に含まれています。こちらご加入いただくことでオンラインでこのナビ本体の通信機能を使って最新の地図に更新をしてくれるというものも利用できるようになっています。地図更新この料金の中に含まれてるって考えると、はい、安くないですか？そうなんです、結構安いと思います。通常地図の更新単体で行うと、グレードとかナビの種類によって異なるんですけど、1回3万円とかそういった費用がかかってきたりします。通常ですとディーラーオプションのナビ、新車購入時からナビを取り付け時から3年間は年に1回の地図更新を行うことできるようになってるんですが、それ以降ももちろんこのプラン入っていただいているということであれば、このプランの中で
都度都度、そしてお店に車を持って行かずに地図が更新できるというものなので結構便利です。じゃあつけるしかないですね。はい、つけときましょう、はい、私もこれはおすすめしたいです。はい、ではお知らせいたします。その他のオプション関連はどうですか。あとは、はい、もしノートを買ったら、はい、いろいろお出かけしたいので、うん、そうすると高速道路にも乗りたいので、はい、ETC はつけたいです。ご安心ください。先ほどご案内漏れてたんですが、ETC のユニットがこちらセットで、ナビとセットでついております。じゃあ安心です。はい、安心です。まあ、あとは基本的なカーペットとかバイザーは必要ですね。私カーペットだけでいいです。あ、なんとバイザーはダブルさんいらない方ということで、まあ、確かに今ですね、割とバイザー当たり前でつけるものだという認識結構あるんですけど、バイザーいらないよっていう方も実は増えてます。見た目的にバイザーがいらないっていう方もですし、装備として雨の日に窓を開けられるようにっていうのがメインの装備なので、まあ、これ不要だという方はつけなかったりします。では内装とはですね、カーペットをいただきましょうか。ちなみにカーペット2種類ありまして、プレミアムとエクセル、どちらも消臭機能もついたカーペットなんですけれど、プレミアムの方がちょっとこのカーペットの毛足が長くて高級感がありますよ。エクセレントの方はこういったこう模様がついてるんですね。あ、模様がついてるのか。はい、模様つ模様は私いらないよっていうことですか。そうですね、でも足元だからそんなに気にならないですよね。はい、ちょっと少しでも価格を抑えたいので、はい、なるほど、はい、じゃあカーペットはこのエクセレントの方で入れましょうか。はい、はい、その他はどうですか。あとオプションカタログを見てて、はい、気になったものがありまして、はいはい、このラゲッジアンダーボックス。なるほど、こちらですね。はい、はい、これちょっとどういうものか教えてください。フラットになるんですよね。そうです。もっとこちらラゲッジアンダーボックス、肉専用のオプションパーツなんですけど、このノートのこのラゲッジスペース、肉のモデルの場合こう一段深くなって荷物いろいろ載せられるようにはなってるんですが、その代わりシートを倒した時にシート面とこのラゲッジの床面、この間に段差ができます。このラゲッジアンダーボックスをつけていただくことで、床、2室がフラットな状態で長いものを積んだりするときに便利というものですね。でもちろんこの2段になった上の段をこう持ち上げていただくと、下にも荷物を入れることができます。こちら欲しいなっていうのは何か目的があったんですか。はい、遠出した時に長距離運転すると途中で疲れちゃったりするので、車中泊する時にやっぱりフラットな方が寝やすいかなと思ったので。なるほど、車中泊をするための、はい、というわけでフラットにしたいのでラゲッジアンダーボックスを選択と。ちなみに四駆をご選択いただいている場合は、もともとシートを倒すとフラットになるんですが、その代わりこのラゲッジアンダーボックスを搭載した時のように、その下に荷物を入れておくという使い方はできませんのでご承知ください。といろいろつけてきましたけど、まだ気になるものありそうでしたか。ありますか。そうですね、私としては結構おすすめしたいのはこの UV&IR カットフィルムですね。以前ダブルさんの企画してくださった動画でもこの UV カットフィルムについて簡単にご案内している動画ありました。こちらをつけることによって後部座席も紫外線 99% カット、さらに赤外線 IR が 95% カットになるということで、特にこのノート、ルーフが黒い車はまあ車内が暑くなりやすかったりとかそんなこともありますし、そうでなくても夏場これがあった方が快適に車内は過ごせるかなと思います。おー、なるほど、いかがですか。これあった方がいいと思います。 M さんがそういうのであればつけます。はい、ありがとうございます。これもおすすめです。私あとはそうですね、インテリアのパネルのカラーを変えるオプションや外装もちょっとこだわりたい場合はこういったバンパーフィニッシャーとかのセットオプションにもありますけど、
これもちょっと迷ったんですけど、はい、スポーティーな感じの見た目になってしまうので、はい、ちょっと私にはかっこよすぎかなっていうのがありました。はい、私にはかっこよすぎなので、こういったスポーティーなイメージはちょっと自分とは違うかなということですね。はい、あとはどうですかね。あとはナンバー の, あ, のあれですね、はい、あれです、はい、ナンバープレート義務ですね。はい、じゃあこちらも選びましょうか。外装パーツの中に ありましたね。こちらナンバープレートリムと、そうですね、盗難いたずら防止のロックボルトなんかもありますけど、このあたりはどうですか。それは大丈夫です。大丈夫ですね、はい、ではナンバープレートリムもこちらも追加しておきましょう。はい、ではだいぶいろいろつけて見積もりが完成しましたね。はい、はい、ラベルさんが欲しいノートこちらです。 X の肉ボディカラーがビビットブルーとスーパーブラックのツートーン、そしてオプションで日産コネクトのスタンダードプランとインテリジェントアラウンドビューモニターやプロパイロット SOS コールなどがセットで付くナビのセット、そしてフロアカーペットと UVIR カットフィルム、車中泊用にラゲッジアンダーボックス、そしてナンバープレートにですね、一応ここにホイールがオプションの中に含まれてるんですが、でこちらは今標準装備のホイールがちょっと便宜的にここに入っているだけですので、特にここには費用はかかっておりません。はい、というわけでこちらですね、合計280万270円ということで、こちら車両本体価格ですので実際には登録の際に諸経費等も発生いたします。ぜひダブルさんが本当にノートを買うよってなったら動画で有効に活用させていただきたいと思います。私も読んだよ。それは衝撃の価格です。ですが福島日産では今決算を行っておりますので、この値段よりももっとお得にご購入いただけるタイミングでございます。ダブルさんの選択を見て、もし私もこの車欲しいなと思った方はぜひ福島日産にご相談いただければと思います。いかがですかダブルさん、今回セルフ見積もりで自分の欲しいノートを作ってみましたけれども。はい、いろいろ装備とか考えていくうちに自分の使ってるイメージを想像しながら作っていくので楽しいですね。そうですね、ぜひこのノートを現実のものとして自分の手元に置いていただきたいなと思います。今回はダブルさんの欲しいノートを作ってもらう企画でした。いかがだったでしょうか。今回は私が欲しいノートを作っていきました。バイザーつける派だよという方はグッドボタンを、つけない派だよという方はチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。